こんにちは、エムセンのフリベです。今日ご紹介するのはドイツのアイウェアメーカー IC ベルリンのフォレストラッセです。これベルリンのですね、ストリートの名前なんですね。で今日はですねバーチャルですけどフォレストラッセ、そのご紹介する、通りの、ね、風景の中でご紹介したいなと思いました。すごくこう閑静なですね、素敵な通りですね。で、こちらがですねメガネになります。ちょっと実際にですねかけてみますね。こちらが、フォレストラッセです。どうでしょうか。ちょっと存在感があるような、感じのですね、フレームに仕上がってますね。で今届いているのが、こちらのですねクローム、今かけているのがクロームになります。こちらが、フロントの部分がブラックで、サイドの部分が、マットゴールドですね。金の艶消しになっているモデルになります。これもすごくいいですね。いかがでしょうか。こちらです。グラファイトになります。これもいいですね。このメガネのおすすめポイントです。そうですね、ソフトな存在感っていうのかな、その辺がこのメガネのですね、いいとこかなと思います。メタルフレームなんですけど、メタルフレームで、ボリュームを出して、しかも軽くてかけやすくしてあるっていうところがですね、IC ベルリンのすごくいいなと思うとこです。で、メタルでこう大きくこうボリュームをつけますと、重くなってしまったりするんですけど、この IC ベルリンのですねネジを一本も使わないこの、シートメタルから作ったメガネっていうのは、軽くてボリュームがあるんですけど軽いメガネになってます。そしてあとちょっと注目してほしいのはですね、メガネ屋さんではここチって言います。ここの部分ですね、この部分の高さですね、メガネのこのつるが出てる位置っていうのがですね結構メガネを選ぶ時のポイントになるんで、メガネさんでかけてみるときにちょっとチェックしてみてください。今日はボレー通りからお送りしました。ではまた。